白石宗真は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。道の区の伊達氏の家臣。成の字を前立にした兜を着用していたという。天文22年、伊達氏の家臣、白石宗都氏の子として誕生。祖父、宗綱が伊達春宗に仕え、宗真は伊達秋ら衆の頃から、伊達氏に仕えた。天正11年、輝き衆、正宗不氏に従って、 相馬氏との戦いに従軍。天正十二年、氏君、正宗が、伊達氏から離反した、大内定綱のお手森城を攻めた際に、これを破るのに貢献した。その後、仙台、輝きが、日本松義継に殺害されたことにより日本松氏と、激しい抗争が繰り広げられたが、相馬義種から、和睦韓国の提示を正宗に取り継ぎ、和睦成立に貢献した。 その後の一鳥橋の戦いでも、武功を挙げた。これらの功績により、天正十三年、定津賀の丘陵、足立軍師を待つ三十三優を加用され、先祖伝来の白石城から移って宮森城主となった。天正十六年、伊達氏と足名氏が南王の派遣をめぐって争ったすり、上原の戦いにも参加し、武功を挙げた。天正十八年、 豊臣秀吉に侵入していた、四君、正宗は、河西大崎一期鎮圧後、岩出山に違法となることになった。宗様の所領であった足立軍は没収されることになったため、代わりに、伊沢軍水沢城主を任され一万五千国の所領を与えられた。文禄二年より、豊臣氏による文禄慶長の役に参加し、朝鮮へ都会した。慶長四年、 朝鮮からの帰国直後、山城国の伏見において死去した。去年47、胸金には男子がなかったため、娘婿の柳川宗直が白石氏の家督を継いだ。ありがとうございます。